皆さんこんにちは、阿満さとしです。今日は下ビラメを買ってきたので、私の大好きなシンプルでとても美味しいフランス料理ソールムニエルのつけ方を紹介していきます。まずは下ビラメの皮を剥いていくところからです。私のやり方は、熱湯に下ビラメの尻尾を3秒ほどつけて、そこから剥いていく方法です。頭から剥いていく方法が一般的ですが、この方が皮の取っかかりがつかみやすく素早く剥けるので、こちらのやり方が気に入っています。滑りやすいので、キッチンペーパーなどを滑り止めにして剥いていきます。身が剥がれて荒れてしまわないように、左手で身を軽く押さえながら頭に向かって剥いていきます。裏側も同じように剥いていきます。今日は骨付きのままムニエルにしていくので、頭を落としたら縁側の部分をハサミで切り落としていきます。この動画では使わないんですが、下ビラメの頭や骨、縁側の部分はすごくいいヒュメドポワソンが取れるので、エラや目玉を掃除して捨てずに取っておきます。腹側の部分には内臓や卵が残っているので、包丁を使ってかき出したら、血合いの部分を水で洗ってきれいにしてあげます。こんな感じで下ビラメの下処理の完了です。しっかりと水分は拭き取ってあげてください。ムニエルに仕上げる前に、先にガルニチュールの用意をしていきましょう。ソールムニエルの定番のガルニチュールといったら、ポムバプール、シンプルに茹で上げたジャガイモです。重たいブルノザットソースをこのジャガイモが最後まで飽きさせることなく食べさせてくれます。ジャガイモの天地を落としたら、この大きさだと大体4等分ぐらいにカットしていきます。それではトゥルネしていきます。卵の殻の表面を伝うようなイメージで一息に剥き上げていきます。ポイントは、ナイフを持つ手と左手も同時に弧を描くようにひねって剥いていくことです。最近のレストランでは、サスティナビリティの観点やクラシックすぎることから見かけることはほぼありませんが、やはりフランス料理人としてこのトゥルネは習得しておかないといけない必須技術です。芋がむけたら、塩を一つまみ加えて冷たい水から茹で上げていきます。仕上げに使うイタリアンパセリを刻んでおきます。葉を茎から外したら、コンカッセ、粗みじん切りにしておきます。
下ビラメに塩コショウで下味をつけていきます。頭側の方が身が厚いので、そちら側は少し強めに汗染めしていきます。小麦粉を全体にまぶして余分な分をはたいて落としていきます。このぐらい小麦粉がうっすらとまぶさってるぐらいが理想です。この作業は水分が出て小麦粉がしけってしまうので、必ず焼く直前に行ってください。鍋にバターを溶かしたら、身の厚い部分、黒い皮のついてた表側の部分から焼き上げていきます。たまに鍋をゆすって均一なブールノワゼット焦がしバターの状態を保ちながら黄金色に焼き上げていきます。ひっくり返したらバターを回しかけながら優しく火を入れていきます。この作業のことをアロゼと言います。この時大切なのが、バターを常にムースの状態を保つことです。温度が高すぎても低すぎてもこのムース状を保てないので、バターを足したり火加減を調節しながら常にムースの状態をキープします。下ビラメに火が入る直前にパセリを加えてソースを仕上げていきます。パセリをバターの中で火を入れて香りを立ててあげます。最後にレモンを絞って味を引き締め、そのソースを下ビラメにたっぷりと絡めてあげます。それでは熱々のうちに盛り付けていきましょう。これでソールムニエルの完成です。ボナペティ。食べ方は、真ん中の背骨の上にナイフを入れて、そこから骨に沿ってスライドさせてあげると簡単に身が外れてくれます。ふっくらと焼き上がった下ビラメに重厚で酸味の効いたブールノワゼットソースがすごくマッチしています。シンプルに茹で上げたじゃがいももソースの重さを緩和してすごく食を進めてくれます。レストランによってはサービスマンが骨を外して提供してくれるところもあるんですが、やはりこうして熱々のまま骨付きで食べるのが
一番おいしいと思います。いかがだったでしょうか。ソールムニエル、舌ビラメさえ手に入れば少ない材料で手軽に作れるので、ぜひ試していただきたいです。それではまた次の動画で。アビアント。